俺にかかれば女なんて簡単に落ちるよと言いながら近づいてきたチャラ男が工事中のマンホールに落ちた。よっしゃ。そのまま蓋閉めちゃえ。下見て歩け。それが恋の始まりだった。写真を撮った時に映り込んだ自分の指がふふ、邪魔だろ？目障りだろ？と言ってきてうざい？指に毛が生えてる。指に顔描くのうまいな。色と質感と実に指っぽい。怖えよ。工場見学に来た工場長の息子さんが遊び散らかして帰った。これどうすんだろうな。どう遊び散らかしたらこうなるんだ？か、怪力。遊んだら自分で片付けなさい。これで敵に気づかれないぞと言ってクジラの着ぐるみを着て泳いでいった隊長が捕鯨船に捕まった。隊長ちょ、お前ら助けてよ隊員。隊長萌え募金で検索ボケて禁止ワードチェッカー。隊員帰るか。他人のふり。妻が化粧を落とした瞬間、鏡を見て誰よこの女と叫びながら攻撃し始めた。なんて怖え嫁だ。魚かよ。病気。自分であること忘れてるし。鬼ヶ島から戻った桃太郎と犬と猿は血だらけでした。キジ半端ねえ。キジが単独で鬼ヶ島制圧したんか。キジって近くで見ると怖いよね。裏切られたか。そら、飛んでるからね。医者があなたの余命はあと50年ですと言ってくるのが逆に怖い。ここからのさらに50年か。プリモっていうアプリがすごいけん。あさっし。あらかじめナースコールをせないようにしておきますね。関節とかにやらんと。人が少なくて対応できないのね。笑顔なのがまた。抵抗しよ。これは約1800年前の貴重な文献です。すごい QR コードが書いてあるね。読み取れますかね。1800年後の未来はこんな感じかわら。確かに見た目古代っぽい。仲間に入りたい。1800年前から QR コード。ネズミ取り業者が思ってたのと違ったけど、すごく優秀。プロの皆さん。業者が屋根裏に居つきそうで怖い。これネズミ？猫みたいに成果を見せに来たのかな。俺、これからはピンでやっていくから。なんでだよ、ずっとコンビだって言ってたじゃん。でもこれじゃ、ピンでも使えない。二人でもピン。雰囲気ある。今までもこれからもピン？牧草をやると美味しそうに食べるんですよ、ほれ。牧草、いや私じゃなくて牛ね。じわじわきた。これって。そやそうだ。押してダメなら引く、押してダメなら引く。お客様、そこはただの窓です。どうやって引くんよ、わら。押してダメなら引く。恋してるのね。窓との駆け引き。大丈夫です。今ちょっとジャンプして胃の隙間開けたんでまだ食べれます。フードファイターか。無理すんな。どんな状況やねん。素人はジャンプしてもそんなに変わらんよ。老人ホームになんか絶対に入らんと言ってたのに、あそこ若くて可愛い職員多いんだよなぁと言った瞬間、これ。おさかん。俺最高。老人ホームの職員は不良が多い。と思ったら、40代中心だったオチ。取り分けられた不良品の JK。上のやつはシフトいな。これは不良品ですね。ゴリラですね。見切り品なら俺にくれ。女装したロッチ中岡はどこ？レベル1。ってわかんない。タイムスリップしてる。くそ似てる。右下が俺のいとこに似てる。平気日、鬼ヶ島の場所教えて。キビにセンスを感じる。アップルじゃなくてピーチだろうな多分。キビって団子だと思っていたよ。案内もしてくれるのかな？パパー。自由研究の昆虫採集終わったよ。藤岡博士、ここに眠る。中身抜かれてる。人入ってたのかよ、わら。抜け殻？泣き殻？どんどん曇る空、去っていく家族の車、降り出す雨、去っていく家族の車、鳴り出す雷、去っていく家族の車。もうすぐ俺の番。ジジ捨て山。山に捨てられたの？切な。店長腐ってたから全部捨てておきましたよ。終わったな。発酵なのよ。あながち間違ってないかも。気が利くね。ちょっと待って、おごらないよ。おごれや。確認は大事。一度上。来る前に行ってよ。待て、坊主そんなグラグラ揺らして金魚鉢落ちでもしたら俺のせいにされるやろ。安そうなベタ。猫めっちゃそういう顔してる。本当は取りたいの我慢してるのに。どちらにせよ魚の命は危うい。どんこ錦も。ただの悪口で草。後からじわる。
悪口に曲つけるな。僕が僕らしくあるために小西をけなす。間違って必殺技をグリーンに当ててしまい、泡吹いて動かない様子がつぼる。ずるいぞ。シナリオと違うじゃないか。顔から火出すやつで仕返しされるぞ。ひどいけどレッドの気持ちわかるわ。ら謝る気がないよりひどい。なんと潔癖症が起き上がり、汚いものを見るようにこちらを見ている。ボコボコにしますか。ブロリーまずお前から血祭りにあげてやる。全速前進。中身は青山くんか。腹立つな。吉田沙織は格闘タイプゴーストタイプ相手には手も足も出ないだろ。が最後の言葉でした。格闘技しか使えないとは言っていない。肝ったまか型破りか。吉田沙織の噛み砕くでゴーストタイプは一撃。本当にゴーストになるやつがあるか。小さい子より先に降車ボタンを押してザマーするのがストレス発散。ひねくれてんな。なんちゅうやつ。大人げない。ムカつく顔だな。俺に酒を飲ませる世の中が悪い。山口達也さんがプロフィール画像を更新しました。マジで思ってそう。自制できないお前が一番悪い。断末魔のザレ事。一理ある。こしあんきなこ。おはぎで草餅。きなこ。おじさんきっといい人。抹茶も欲しい。まだ誰にも言ってない秘密を教えてください。今の時点で星数が777のボケがある。見たい方は星3つ入れてどうぞ。でもこれ以上増やさないで。ずるい。増やしてやる。今780になった。わろた。夕食時に大きなしゃもじを持った男が押し入り揉め事になっていると通報。突撃してくるもんなあいつは。ら事件発生から通報まで空白の時間が。ついに揉め事に。ヨネスケ、朝まで揉めるの巻。ニンニクは見なかったことにします。吸血鬼カキ様。二郎こま切れにすんぞ。なんでなんで。指臭くなるしな。東京ディズニーランド鴨川シーワールドみたいにその場所ならありそうなテーマパーク考えてください。熊谷ヒートアイランド。人がたくさん来てさらに暑く。神戸ヤクザーランド。店長の松岡修造です。行きたくないわこれは。らお惣菜半額セール品開始のアナウンスが重い。おばさまたちの睨みが怖い。大阪じゃ日常やで。世界ニュースになってる。伝統的世界観。スパゲッティに顔を埋めて呼吸ができますか。サイゼリアの最終面接が超難問。できるわけねえだろ。ギネス級で不死亡。怖すぎ。マカロニなら余裕です。星3つ入れてやれ。アットホームな職場です。みんな優しそう。だが断る。隣のおっさんの表情もいい。どういう状況。星一徹さんがプロフィール画像を更新しました。よく喋る余裕があるな。姉ちゃわん、片付けて。ジューマさんがジャブ台イネしました。インスタ映えする。しかし回り込まれてしまった。こんな感じのモンスターいたよな。顔がさ。何これ。なんかウケる。ダメだ、逃げられる気がしない。台無しにしてください。昔々浦島は助けた亀を。メルカリに。ゴロイ。亀助かってない。売れた。今時になってますね。UFO の免許証を取ることになったのでアドバイスをお願いします。お湯捨てる前にソース入れないように。やったことあるわ。免許証とかあるのか。そんなことしたら一発で免停だわ。あるある、めちゃ共感半端ない。ラジオであってはならないこと。この番組はご覧のスポンサーでお送りします。ご覧になれねえよ。見えないって。うまいな。ぼーっと聞いてたら普通に聞き流してしまいそう。群馬の学校あるある。一元ビラシ二元カーチャチャル三元アーハ四元ウンギルーラニャ昼休み狩り。え、4時間目にウンギルーラニャとかマジきつい。一元ビラシとかなえるわ。午後いっぱい狩りはな。ダンディアズアムはきつかったな。デビルイヤーは地獄耳。スパイダーマンは雲男。ウォークマンは歩く人。アンパンマンは君さ。あんこの地位から身につけた。私、アンパンマンなんて嫌だ。永遠の謎はだ。最後に優しくなるのくさ。あっちのマック行こうぜ。先に言っとくわ。ご愁傷様です。カーネルに言うのは禁句だ。全力で投げられそう。後ろに振り落とせ。皆さんこんばんは。シャツに染み付けずにカレーうどん食べようのコーナーです。ぜひご教授願いたい。染み付けんなよ。手落ち感半端ない。絶対失敗するわ。うーん、
全然待ってないよ。そんなガリガリになるまで待ってたのか。一周していい話に思えてきた。惚れた。待たせた方も満身創痍。がっかりくん。あが出てきたぞ、何これ。客内かな？はず当たりみたいな。あったら楽しい。ほんまやったら、めっちゃおもろい。Tポイントカードはお持ちです。笑うわこんなん。テンポインポカード。こっちに行くべし。俺のTカードはワンピースだからそういう色はしてない。あなたは敵軍ですから、あちらですよ。バイトの上司と新人みたいな。親切わら。内通者。生き延びてー。年末ジャンボ一等当たった。今までホームレスだったんだよ。上の等級当たったけど破滅しないタイプ。現代の千利休ですか？ささやかな幸せ。崩壊ぼっち。ベルゼバブだ。ぼっちっちぃ。ビッグボスが銃の解体した時みたいになっとる。うまいねー。ノストラダムスの。大阪ぶらり旅。ホリデースペシャル。冬を疲れたお気楽。ほんわかする。魔球へようこそ。ペットボルト。納得がいかない。みやぞん君が小さい頃のペットだしんね。ボルトだけできたのね。ナットくん散歩嫌い。ペットナット。目的地に到着しました。ナビ跡は何とかしてください。人生お疲れ様でした。やかましいわ。駐車場にセットしないから。次回、白い。松崎しげる。ゲレンデのごとく。うっすら明るい気がする黒かな。ボーナス確定じゃん。もはやしげるではない。判決を出せる雰囲気ではない。出せるんじゃない、出るんだ。つまみ出される。間違っちゃいない。固有雑誌ね。名曲なのに今思うと変な歌詞。お尻を出した子一等賞。鬼に見つかるのが一等賞。確かに。いいな、いいな、人間っていいなだぞ、お前何目線なんだよ。ほんまこれ？やべえ物心ついた。早いよ。早咲き。きっと反抗期も早いに違いない。この先人生長いな。お前の服ください。己はまずし。この角度が絶妙にムカつく。そんな角度で。お前の服もダサいわら。自称イケメン嫌いの女に言ってはいけない言葉。イケメンもお前を選ばないから。自称サバサバ。よし言ってやろうじゃないか。地獄絵図だな、こや。変な空気なるから。大事な演技前に笑わせてくる。何言ってんだ、リラックスさせてくれてんだよ。こういう人いるよね。そんなことより後ろのマッチョが気になる。若干笑てるやん。ファミマの入店音にかっこいい歌詞をつける。すべての品を買ってやる。昔住んでたアパートと同じチャイムなんだす。これはかっこいい。豪気だな。男前。新幹線に並走しながらお弁当を販売できる足早太郎さんの悩みとは。窓が開かない。だね。そうだね。根本的なところ。深刻。さあ問題です。悪いのはどちらでしょう？視力検査か？どこまで続くんだ？ 3 番目のやつから見てたがまだ続いてたんか。多いからわからん。ドラクエで意外と重要なアイテムがある村。とりあえず妖精の笛を吹いてみよう。錬金稼ぎの時によく通った。ありそう。メタキンガリオール裏ポイント。パパの頭頂部にザビエルハゲの兆候が見られたので、耳裏のツボをこっそり押して進行を遅らせようとする心優しいジェニファー。いい子だ。親孝行な娘わら。天使の微笑みやな。娘うっふ、パパくすぐったいでしょ、入ろ入ろ入ろ。まるまるジェリアといえば？なるほど。斬新なボケやな。ジェルジェルのネタ思い出したわ。ナイジェリア派。就職の内定通知がひどい。中心系の間違いでは？ブラック確定。ガリガリク赤木乳業のことか。無期懲役より倍長い勤め。あ、アリさんが金分運んでる。思わず涙出たわ。あの時のマシュマロみたいな彼女は無事かね？さん付けに育ちの良さを感じる。雪山救助隊の後ろ向きだった人だな。毎朝、山田さんが横断歩道に立っていると子供たちに、座布団持ってきてと言われます。クビになったんだね。高尾じゃねえか。先代の意思を継いだというのか。うまい座布団2枚。サンタクロースにあるまじき行為、家の施錠を破壊し侵入、人間にソリを引かせてる。アマゾンに丸投げ。武兵丸投げしてやろう。ギフトをお楽しみください。最終的にヤマトが苦労するわな。子供の夢を壊すな。あらあめかしら1877-1923。
いかん、雨が降ってきた。モンハンの固有にいそうな名前。修正されてますね。雨のせいかしら。結構、最近の人。パイロットの二人に一人がフライト中に。ちゃんと前を見ている。機長と副機長いるしな。もう一人は景気を見ているわけだな。自動運転が主流の今、案外普通のことかも。見てない割合、高すぎてくさ。いかにもクソゲーの名前を教えてください。セガサターン専用森脇健児のランニングエブリデイ。天才かよ。セガサターンなのか。お前に森健ランを買う権利をやろう。そして大特価で叩き売りエブリデイ。逃走中のエリア範囲がエベレスト全域だったら起こりそうなこと。逃走中。これ超える個体も出ないんじゃね？わら。エベレスト全域だったとしてもほとんどの逃走者はふもとをうろうろしてそう。逃走中ってなんか可愛いな。ハンターも逃走、むしろ逃走。橋がない。橋がないからって悟り開くな。取りに行けよ。弟子が気づくまで無言の圧力をかけ続けるタイプ。我が家ではよくある。普通にウサギがゴールした。悲しげな目。ウサギ、これが現実だ。亀、ゲセヌ。意外に真面目なウサギさんなんだね。銃に書いてあったら嫌なこと。相手の健康のため、撃ちすぎに注意しましょう。あなたの人生のため、がいいな。いやいや、致命傷ですよ。ここは。健康どころか一発でオワコンだぞそれ。ちょっと待ってください。不公平があると思うんですよ。このフェンシング大会。センサーないから無敵だろ。せめて、顔にザルかぶらせてやれ。勝てるわけねえ。茹でる前のそうめんで叶うはずがない。伝説の剣を抜きに来たら逃げた。伝説の剣、うんふさわしくない。触られるのすら嫌だったのかよ。てめえは勇者じゃねえ。無機的にそもそも抜かせる気ないだろ。500手先まで読めるジェニファーが、試合前から負けることが分かってしまった。つまり完全解析したんだな。もはや予知。対処せいや。勝てる前提で進めろ。亀仙人がよく見ている番組。確かにこれだわ。ワンツーワンツー。この後セルが下から出てきますね。無天老師様って、レオタードマニアよね。絶対見つからない家バーサス絶対ピザを30分以内に届ける男。ストーリーが気になる。純粋に見たい。ふん、やはり一筋縄ではいかんか。誰が地上に家があると言った？遺跡で発掘された最古のオレオ。おしゃれな模様。中のクリームどうなってるんやろ。形がちょっと違うのね。でかすぎー。お連れ様です。いやうまそう。わあ歓喜、みたいな顔すな。何をしてこんな姿に。これが肉食系女子か。卵かけご飯。うまいな。それ、ご飯屋がな。原動機無自転車みたいなもんか。かけ、のセンスに感服。半信半疑で買った天気が良くなる帽子がものすごい勢いで雨雲を吸い込んでる。ドラえもんの道具みたい。マラソン大会の時に雨雲を出せばいいのか。社会問題になりそう。行楽シーズンバカ売れ。潔癖症。とにかく汚したくないか。こけるとき服汚したくないからこんな風に飛び降りるわ。一輪車乗ってろ。ポーズ。9.70km 離れた田中くんの家に行くために時速 71km で移動していたら遭難しました。助けてくれませんか？知恵袋缶。自転車クソ早い。助けを求めよ。アンサー、遭難ですね。よっ遭難は初めてかい？なんか始まりそう。慣れてんじゃねえよ。ベテラン感すごい。とりあえず頼ってみようか。こう見えて、駅から徒歩10分以内なんですよ。行動に出るまで20分かかりそう。ロープウェイかな。え、行き方？まず、崖を降ります。徒歩、急斜面ダッシュ。便座ブロック。急いでるとき一番嫌なやつ。初期のジョジョリオンであったな。単なるいじめじゃん。何も見ずにそのまま座ったら。イエス、キリストは茨の冠をかぶせられ、十字架にかけられてもなお諦めず、最後の力を振り絞り、こう言い切った。パソコンのハードディスクは風呂に沈めてくれ。水没ぐらいなら簡単に復元できるぞ。転生したらイスラムだったけん。そうかユダの奴が拡散させたのか。最後の力で言うことか。蚊がうるさくて寝れない。朝まで。朝日が神々しい。家族総出で。そこよおじいちゃん。畜生、あっち向いてほいあっち向いてほいって言ってるだろ。相手してやれよ、わら。王様、それ以上なさると血圧が。
微動だにしないな。目は向いてます。阿部寛、いよいよ結婚できない男。テルマエロ前の撮影中。顔の恋族。なんだ、ただの阿部寛か。私が食べたのは山崎ダブルソフトじゃありません。利き食パンか。懐かしい、わら。そんなにでかくないもんね。巨大な皿ももらえるパン祭り。やばい、首取れた。そっち持って。心拍数低下、電気ショックだ。ピカチュウやっべー。メス入れたまま塗っちゃった。輸血早く。もう輸血する意味ある？前半で完全に手遅れ。散々じゃねえか。やっべー、この人 B 型なのに A 型の血入れちゃった。皆様落ち着いてください。地震ではありません。ダンスです。震源か。ドスンドスンドスン。 X ジャパンのライブ中の X ジャンプで震度4叩き出したエピソード。痩せれば美人なんだろうな。お菓子忘れたー。言ってるな。勢いで言っちゃえ。いい顔。すがすがしい。出かけるたびに心が弾む。あそこのカーブ160キロでいけるかしら。弾みすぎだ。横転からの3回転半決め。ダウンフォースがもう少し欲しいな。ロールケージ入れよ。応急に侵入したかを潰す係。効率悪すぎひん。か、一匹潰すのに大げさ。すごい反射神経。くだらなくて好き。あらやだ。言うとる場合か。そこで意識が途切れている。ハンカチ忘れたレベルで言うな。言うとる間に行く。和田アキ子に楽屋挨拶しに行く。そんな装備で大丈夫か。確実にぺしゃんこ。挨拶するときは顔見せんか。どーん。逆に失礼すぎてやられる。今日は飲み会だからと言ってた旦那が、街で若い子と手つないでるの見つけた。まさに修羅場。愛されてるな。これはあかん。旦那さんはこの後どうなるんかな。はあはあ、すみません。あとどのくらい登ったら月なんすか。一生つかないだろ。そうですね、あと10キロくらい。宇宙服が罰ゲームみたいになってる。息ができてる間はまだ地球ですね。ノリノリフィッシングの時間だ。今週も竿を忘れたから魚屋で買ってきたぜ。それじゃまた来週。意味ねえ。勢い好き。毎週こんなノリなのか。CM の後もまだまだ続くよ。自家製のアンテナで感度探ってたら同じような人がいた。ここら辺かな。あいつもか、あいつもか。この辺がよく入るのね、わら。妙に恥ずかしいんですね。わかります。こう見えて焼きそば。肘肩スペシャル。いや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 、今日もよら。マヨネーズが足りない。お待たせいたしました。シェフの気まぐれサラダでございます。ドリンクじゃねえか。おいシェフ、ちゃんとサラダれ。もはやメイン。ライスサラダのカレードレッシングだけ。それでもウサギに負けた。負けたんかい。車検通らなそう。ビートルがタートルに。ほらウサギはロケットエンジン積んでっから。血管で遊ぶコレステロール。多分悪玉。楽しそう。まあ固まって詰まるよりはな。お前のせいで健康診断引っかかったわ。お分かりいただけたら教えていただけるだろうか。右上かな。あ、あれですね。まずいですね。これは強い怨念を持つ霊による仕業かも。いや、仕事しろよ。女性ディーラーをお母さんと呼んでしまった。まあよくあるな。横で微笑んでるお母さん可愛い。まんざらでもない。うっかりお母さん。運命の糸をたどってたら還暦を迎えた。どんだけ遠い人と結んだんだよ神様。この人若い頃は相当美人だったんじゃ。糸を紡いだんやろ。運命の糸の終点、天国にいるジジイ。宇宙人86歳、アクセルとブレーキを踏み間違えた。宇宙人にしてはまだ若そう、偏見。だから免許返納しろって言ったのに。シートベルトしないから。コンビニと民家を間違えた。昨日混ぜていただいた絵の具です。いえ、助けていただいてはいません。おなぜ、なぜ現れた。文句言いに来た。私は何色を目指したんですか。今のを避けるとは、少しは腕を上げたようだな、リスマル。強そう。格闘系アニメ。師匠の教えがあったからです。では本気を出すとするか。フラグ。始球式の球を特大ホームランにされた。手加減したれよ。ストライク入ったのがすげえわ。ホームランって、ある程度球威ないと届かんぞ。めでたいのかめでたくないのか。息子がクラブ活動に熱中してると聞いたが、何か違う。息子、50歳。そのうちキングラーになるのかな。クラムボンは笑ったよ。いるよね、独創的な人。
お前より新型が届いたから開墾しといてくれ。って頼まれた。めっちゃ泣いてるやん。新型は最初に見たものを主人と認識する。新型にお前を梱包しとくよう頼んどいてくれ。辛くても耐えるんやで。7月31日。太った。その日のうちにか。急に？夏太りの季節だからな。もともとだった。影？ちょ、待って、早すぎる。めっちゃ笑っとるやん。腹筋やべえ。じがじさん。影かわいいな。くそー、田中のやつ、どこに隠れやがった？いたなんだ逆さまの山だか。宝田もいる。土田もいる。読める。読めるぞ。待たせたな、ワイルドクッキングの時間だぜ。今回はサラダだ、まず野菜の種を植える。続きはまた来年だ。むしろ畑を作るとこから始めそうな勢い。クッキング？まあ、待つけど、わら。水曜どうでしょう、思い出した。レントゲンに映った腫瘍を、フォトショップで消してみたんだ。すげえ。院長超優しいっすね。ダメー。やぶ医者じゃねえか。センスがやべえ。肋骨が折れた患者の肋骨もほら、元通り。アッパか、R だよそこ。それだとお前 LED になるだろ。バカレッド。光るかな。ほのぼのしてんな、わら。青めっちゃ暇そうなのじわる。出る？ねえ、この野郎、まだ豆知識を吐こうとしやがる。強火にしてやる。ねえ、知って。やめたげてよ。この発想力。強火にしてもなお喋る豆柴の生命力。ねえ知ってる？が熱してるに見えた俺。トウモロコシ、まだ消化。便意、いいから出ろ。受けた、消化しないからねえ、わら。切ったね。おもろい。汚いのに綺麗という矛盾。今回はライトノベル新人賞にたくさんのご応募ありがとうございました。まあ、こんなもん。こういうブラックなの好きです。ひどい現実もあったもんだ。ちなみに受賞者なしでした。さあ、第2病棟2階東コーナーを通過して、いいタイムです。このペースだと生存率6割超えますね。どんなレース？オットドリフトだ、次のコーナーまで加速していく。きっとない大盛り上がりっす。前を走る9秒人をごぼう抜き。あ、もしもし母さん。今仮面試験終わった。うん、手応えはあったよ。仮面でコンボイかよ。物理的な手応えに増えた。なぜ仮面の試験で路上出てるんだ。合格間違いなしだよ、母さん。吉田沙織最近マンホールの蓋集めてるんだ音符。集めるものではない、わら。かなり重いぞあれ。しかも海外から小脇に抱えて。神々の遊び。後ろの人の頭をタップして前の人の頭にかぶせてください。何これ面白い。真上のクーラーがペン先に見えた。こういう発想から神ゲーが生まれるのか。生まれるか。メイドインワリオでありそう。人が道路で倒れていると通報があったので急いできたけど、今何か踏んだ気がする。ごめん。何か踏んだ。多分そいつだよ。キラヨシカゲ。煙突解体したら、めっちゃサンタクロースが引っかかってた。だから俺の家にはサンタが来なかったのか。こういうチョコレートクランチ系のお菓子あるよね。サンタホイホイ。ガンツのぬらり論。波平の一本を守る妖精たち。発想力がすげえ。それまでサボってた奴らだな。強力な結界、だと？白髪だ。よくできたね。ほら、みんなに手を振って。強調されてるのは飼育員の方だった。でかい怖い。確かシャチに食われた飼育員いたよな。米印この後スタッフを美味しくいただきました。遠足で親友の山口くんがいただきます。と言いながら弁当の蓋を開けた瞬間、メインディッシュの乾燥ひじきが風に飛ばされた。メインディッシュしょぼい。久しぶりに爆笑したわ。せめて水で戻しておいてくれれば。これは涙腺崩壊したわ。CD に傷をつける妖精の群れ。むしろ妖怪だ。お願いだからマリカを傷つけるのはやめて。スマブラ使えなくしたのはお前らか。誰も幸せにならねえ。燃料を開けてあげてからずっとついてくる。母親だと思ってるんだ。実際に空中給油機ってのがあるから困る。ほんとだ。かわいい。懐いてるな。やれやれ。俺がいねえと戦場にならねえんだろ。たく。こいつ戦隊ものの6人目かよ。一匹狼だが味方がピンチの時は助けるツンデレ。鶴先輩。先輩、一生ついてきます。
デーモン閣下、誕生日おめでとうございます。閣下の肺活量なら、一本で千年分のとかやろな。もはやクリーム付きのろうそくやんけ。閣下、全然足らんぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。欲しい、ちゃんと声も出るんだよね。鉛筆ほぼ使わんけど、欲しい。デンジャラス爺さんのこんなんあったな。深いな。踏まれたい足を選択してください。10時の子で。12時の茶色いローファーの子で。優劣つくかいな、まとめて今回。女の足なのか？嫁を陰でゴリラと言っているのがバレた日の夕食。切ってくれてる優しい。豚って言ったら何が出るんだろう。いいじゃないか、うちなんて急。遠回しにお前もどうぞ食って言ってんな。戦艦、ロドネイ、イギリス海軍ネルソン級戦艦2番艦。四方45口径 40.6 センチ3連装砲を搭載し、3機の砲塔を艦橋前方に集中配置しているのが特徴。砲撃力、防御力ともに優れた戦艦だったが、厨房でカレーを作ることができないなど欠点も多く抱えていた。それじゃ乗組員の士気もだだ下がりだろうな。それはエンジン積み忘れたくらい致命的。金曜日を忘れてしまう。カレー食いてぇ。なんということでしょう。匠は引きこもった長男が二度と出てこれないようドアを完全に塞いだのです。いいねぇ。生き埋めやん。家族ゲームにもあったよな。工事中も引きこもってたの？わら。今日はトヨタさんのところか。ちゃんとエアバッグ動作するといいな。なんか切ないね。間違えてツタヤさんって呼んじゃった。作動するけど、破片飛び散って刺さる落ち。俺、この衝突実験成功したら彼女と結婚するんだ。もしかして、ポタポタ焼きの表紙の方ですか？勘のいいガキは嫌いだよ。ここにいたのか。有名人じゃん。何があった？どうしましょう、困ったわ。バクチーね、って書いてあるじゃない。ネイティブはバクチーだぞ。その発想はなかった。パッションねみたいな言い方されても。イタリア人なのかな？スポンジボブの中身。スポンジ？好きなだけに知りたくなかった。メカメカしいな。マシーンボブじゃん。リモコン春馬富士。力道山とアントニオがなぜか入ってるから挑戦番組。正解。マジレスすると1位はカメハメハ。ちげえねえやい。走る走る。高齢たち。爆走スリップ。おぎままを見習え。いつかたどり着いたら君は引き殺されるだろう。人間狂気。NHK って何の略ですか？教えてください。何の悪びれもなく、法律かざして、金取る集団。なんか適当な理由で、払えとよくまる集団。なぜか阪神クライマックスシリーズ。あながち間違ってない。NHK を、ぶっ壊す。ゲームクリア目前だったのに、留守中弟に装備を全部られてしまった。ニーハイブーツがつぼる。全部外すとこれとかやばくね？この格好が初期装備。ゲーム開いてそっと。名探偵になった一行が言いそうなこと。死んでるー。謎解きあんのかい。殺人。こんなので。首だけー。あのお忙しいところ恐れ入ります。そろそろなでなでの時間ですので、あっお忙しいのは重々承知なんですが、お願いできますか。確かにナポルで脳内再生された。めっちゃ可愛い。いくらでもよしよししてあげる。猫の恩返し思い出した。もし混浴露天風呂でめっちゃタイプの女が入ってきたら？まず息子に挨拶させる。元気な息子さんね。こんにちはラボエボロン。相手も息子で返してくるかもわら。ザパーンテか。強制参加の町内会の掃除、副掃除優を逆手に取って、二度と呼ばれないように対抗する。逆に公開処刑として毎回その格好で掃除させられそう。明暗。その手があったか。なるほどな。一部の人に人気が出そうなアニメを作ってください。オジンガー Z 空に広がる黒金ひろし。空にそびえるやろ。令和でもよろしくお願いします。黒金さんは最近見ないですよね。令和もボケまっせ。ここないでこの、けだもの。けものが何を言うか。吉田沙織かな？見た目と心は違うのよ。ただのゴリラだろうが。一文字伏せて意味深にしてください。マルニスの王子様。スケスケだぜほ。ふーん、エッチじゃん。猫駆除だぜ。H 前ような。
兄ちゃんゼラチンってすごいね。間違いない。弟を巻き込むな。固まってる。動けないんだな。お帰りのび太くん。今日は帰るの早かったね。反則だろわら、てか、スプレーが思い出す。猫缶は？雑すぎ。そこは青くないよね。なんでご主人はいつもんちなんて集めてるんだろう。あなたとマナーのせいですね。兵糧攻めふかし。おめえがその辺にすっからだよ。そんな目で見られても、これが愛なんだよ。このような奴らを何と呼ぶ？アホ。撮り鉄はマナー悪いのが多いからな。正解。的確。うわおど直球。父親、身の代金は準備した。娘を返してくれ。犯人。金より早くこいつを連れて帰ってくれ。もう、俺の体が、やめろもう何も出な。父親、なんだと？よっちゃんいかわくさ。どういう状況なんだろうな。サキュバスか。遅かったか。ゴージャスな節約術。リムジンで隣県のスーパーの試食コーナーに毎日通う。リムジンって食費にしなよ。暇を持て余した金持ちの遊び。違う、そうじゃない。プラマイゼロじゃねえし。子供電話相談。夜になると、猫が変な声で泣きます。どうしてですか？猫じゃなくてお母さんです。猫たち。お父さんの息子がたちか。ああ。プロレスごっこかな？見た目が怪しいにもかかわらず近所散歩。していた犬を不安にさせた疑い。イケメンだったら逮捕されんかったのかな。何罪だよ。これがガチだというイカれた現実。犬に嫌われているのかヤニクラ最高。フリーエージェントでイギリスに行く。なんで優が出てきたんだ。ファウク。ファウケとも読まんがな。フォーク。いいよもうそういうの。あ。妖怪にしよう対応。冷めてる。はいはい、伸びる。驚愕の新機能とは？ツイートする。シャープ美男美女と繋がりたい。シャープ拡散希望。シャープ助けてシャープ神がない。シャープいい色だと思ったら RT。知らない女が、自分は拒食症だと何回も言ってくる。じゃあ何か飲んでんの？うざい？過食症やん。拒食症やろ。昨日、アミノエで焼くだけ焼かれて結局捨てられた上カルビです。どうして私を食べる前に特上カルビを頼んだのですか？中岡みたい。話さしたらピースドリーブ21の実写版。カルビはな。すみません、すみになりました。どうでもいい話なんだけど、そこそこすごいことを言ってください。ビーズの稲葉はバツイチだが今の妻は松崎しげるの元奥さん。愛のままに。その奥さんがすげえわ。しかも役立つ。しげるの黒チピーコを見たことがあるんだ。東京に行ってはならぬ。それは村の掟で禁じられている。なぜですか、村長。理由を教えてください。昔オラこんな村嫌だと出て行った男がちょっと東京に住んだらもう東京人ずらして住み慣れた我が家にとか歌いやがった。一体何行くぞなんだ。住めば東京都。わろた。今ではリフォーム済みだ。矢口。準備案。背も高いしな。鳥類ってアナルセックスなんだぜ。お相手の方、力びてねえですか？ボール。ツーボール。ボールズ。ボールでもあるぞ。くだらねえ。早くおばあちゃん食べなさいよ。役目でしょ。話が進まないからね、がっつり行こう。え、いいの？それで？狼チェ、仕方ねえな。一回だけだぞ。変身巨大化。示す神イコール神みたいなこと。神者イコール儲け。すげえ。神者なんだよな。お見事です。天は一体。とにかく明るい安村シーズン2がとにかく明るい。ユーオー。うお、まぶし。生えてるのか生えてないのかさっぱりわからん。神々しい。ベストキャット。金曜ロードショーでもやってたくない？マイケルさん宮地。きっとキャットにね。またたび取ってまたたび投げる。ザオラル 1%。背負われたいの？ 21%。顔整形されたいの？ 34%。食べられたいの？ 18%。渡りたいの？ 26%。吉田沙織にプロポーズしたんだ。渡るってどこ？サンズの川だよ。ザオリクができないまでの負傷を。
1%。宗教広域なさい。哲学なぜ生きるのか。科学生きるとは何か。文学もし広域られたら、芸術これが生きる形だ。歴史それが生きた証だ。美学そうやって生きたい。世論生きてさえいればいい。医療生かしてみせる。民進党。生きててごめんなさい。合成雑だな。おい民進党がそんなこと思ってるはずがないだろ。わかったら首をかっきれ。歴史の格好良さ。受信料未払いをかっこよく言うと、フェニックス不死鳥。なるほど。そもそも NHK に受信料を払ってまで見たい番組は皆無。うまい。全く見ないから不死鳥だわ。おやおや、ボケてに夢中ですがバッテリー残量は大丈夫ですかな？ 54%。 大丈夫です。ご丁寧にバッテリー残量を見てくださっているのね。ボケて開いてると即バッテリー残量減るからな。あだ名がおじさん。酒飲むとおじさんになってしまう子いるよね。なんだ俺のことか。あだおじ。かわいそすぎて草。スローモーションで蘇る記憶。湯切りに失敗してシンクに落ちていくペヤングの面たち。旧式ですね。経験者です ORG。 そこに BGM でアベマリアを。そして訪れる賢者モード。そしてかき混ぜた途端に出てくるスパイスの絶望感。それでは新郎新婦による機械のハグです。新婦あ、興奮。いらんわ。何を見せられてるんだろう。キスじゃなくてよかったね。パスワード、ちょめちょめちょめ、パスワードが、ダサすぎます。最近のパスワードはセンスまで求められるのか。余計なお世話だ。二文字でこの破壊力。ただでさえイラつくパスワードにいらん機能つけんな。あなたが私にくれたもの。飲酒運転。ユニオンジャックのランニング音符。真実はいつも一つ。大助だったけど花子がいたなんて。問答無用マヨネーズ。話せばわかる。誰が何と言おうと、マヨラーに料理の味は関係ない。問答無用。絶対にかける。お題、お前は何様だと思わせてください。スケさん、カクさん、三つ国こう、もういいでしょう。痛恨のミス。視聴者かな。もうい八兵衛やろ。もしもし部長ですか。ええ、バッチリですよ。指を一本増やせました。気づかんかった。下半身も消せました。増殖手術。キーボード入力に便利です。星をつけて消すやつは敵と思え、徳川家康。最近あったわそれ。伸びたボケを削除する方が敵だな。通知いっぱい来てそう。いや、誤って星をポチって押しただけかもしれないじゃん。タイトルや名言に 50% をつけて面白くしてみてください。私、50% 失敗しないので。これ打者にすれば打率5割なのでは。オッケー、チームから外しとくね。普通じゃん。半分は失敗するのね。今では信じられない昭和の常識ランキング。10位消費税はなかった。9位ゴールデンタイムのテレビ番組で女性の裸が放送されていた。8位部活中などに水を飲んではいけない。7位映画館で猫が吸えた。6位駅のホームなどには痰を吐くためのタンツボがあった。5位病院の待合室で猫を吸っている人がいた。4位飛行機で猫が吸えた。3位電車のトイレは線路上に垂れ流し。2位1ドルは360円。1位電車内で猫が吸えた。子猫吸引は重罪だぞ、わかっているのか。なめ猫、なめ猫だ。小学校で担任のタバコ元い猫を買いに行く当番がいた。猫液大切。たこ焼きが動き出した。丸めてあげよう。永久保存。だ、食べれない。鍋ごとお持ち帰りしていいですか。10月の電気代、11月の電気代、12月の電気代、1月の電気代。長野で盗難にあったあれみたいやな。良いお顔してはるわ。うちもまさにこれやった。12月が。わしは50年後から来た。お前じゃこれ以上ボケてをやると大変なことになるぞ。ボケてを長年やってると英語が理解できるようになるのかラッキー。50年後も生きてる、だと？俺は100超えするってことか。でもこうなるなら自ら命を絶つことにするわ。ふむ、およそ70代後半かなら大丈夫だな。PM16時、退社。気づいた点を日誌に記録すれば終了です。16時退社の時点で前に PM はいらないと思いました。
額のなさが露呈されるの恥ずかしいよな。そもそも AM4 時の言い換えをしても虚しいと思いました。ふん、記録OK。そもそも AMPM を時間の前につけるのは御用。道に迷ってしまったら、交番に行き、おまわりさんに。先日助けていただいたダイヤの6ですと言いましょう。それがベストです。トランプがピンチになる状況ってどんなんだよ。これで全部カード揃ったん。思ってたよりご年配だった。おじさんアンクル母の弟。アンクルって誰だよ。おじさん強調しすぎ。うますぎる。すごいな。住民家に泥棒が入りました。すぐに来てくれますか？警察それほど大きな事件じゃないので昼休み終わったら行きます。住民。な？この辺の警察は怠慢で有名なんだ。安心して仕事に取り掛かろうぜ相棒。警察のデフォ。天才だ。星新一でありそう。泥さんもある意味職務怠慢。言葉の通じないご主人様にありったけの思いを込めて。心なしか思いが小さい気もするが、いい？ありったけなんわら。耳が嫌がってるそやんこれ。小川武史役中、健康奉仕。ワイズ遺失か、友達の仁和寺の奉仕が天然すぎて草。ありがとう。マジ草で古典にはまった。2チャンネルのすれたいかん。普通に読んでみたいわ。お腹が空いて死にそう。イートマイフェイス。麺食いかと思ったらアンパンマンか。レッツゴーアンパンマン。アンパンマン。ソーリー、アイドントスピークイングリッシュ。ははあの飛行機の乗客こっちに手振ってる。はは、見ろ、人がゴミのようだ。つくつく奉仕つくつく奉仕。前世がセミ。カオス。取り憑かれとるやん。一人だけ我が道を行くタイプ。だ誰かが脳に直接語りかけてくる洗濯物取り込んできて。妻からか神からか迷わねえよわら。認めなさい。トーマスシロウ。日常的実用的で草。91歳夫きっとされカットなった。うまい。きっとカット。ならしゃあない。90歳のマジギレが実在したフル。お急ぎのところ悪いんだけど、2、3質問させてもらえるかな？別にか、構わないけど。今のが一つ目ですよね？妖怪上げ足取り。これ時間かかるやつになった。天才現れる。こういうこと言う人本当にいそう。よくよく考えるとヤバい設定。アンパンが正義の味方。猫型ロボットが時空を超える。お尻が探偵。ふむ、匂いますね。再尻お尻推理。こかせていただきます。よくよく考えなくてもやべえよあれは。逃げろ8人のスナイパーに狙われてるぞ。後ろを見ろ。いらないだろそんなに。むしろ変な動きをしたらいつでも出るようにかも。 V の字で遊ばれてるぞわら。早稲田？高学歴ね、800万。高収入ね、180センチ。高身長ね。ボケてみん死ね。あ、ボケての闇が。我が身もろともだぜ、男らしい。とどめは確実に、お実行するなし。ボケてみんであることの何がいけないんだ。 MUI 副議長、同性愛行為が容認されれば男性と男性、女性と女性との結婚となり、それは繁殖することがない。ひいては人類の滅亡につながる可能性がある。論破してください。異性好きなのに血の家系は絶えそうですが。モテない。それ、高齢者同士は結婚できないってこと？それは自己責任で何とかしていただくしか。親になるのと子を作るのって別次元だと思うね。ここ掘れワンワンと言ったら汚された。燃え尽きまったよ。痕跡は草。痕跡がえげつない。本当にそう見える。告知事項あり物件をストリートビューで確認したら、スーも死んでた。あ。スーも。さん。めちゃ好き。ひぃ。解体されよっと。息が臭いんだよ。遠回しに行ってください。あれ？今朝ナマズの死骸かなんかで歯磨いた？ナマズの死骸。むしろ嫌味が増幅してるぞ。全然遠回しじゃねえ。あれ？こっちの方がひどい。つぼみのままで枯れる花はない。花は必ずつぼみを開くのである。パンパンチッチパンチッチ。パンパンチッチパンチッチ。くそ、こんなので。転が良すぎる。顔に似合わずテンション高えな。100日目。ワニくん。
あの盛り上がりは異常だよな。結局ビジネスだったし急激に冷めたわ。桜なんか見に行こうとするから。もう予備部品ないんだっけ。トミカトミカプラレール、みたいなこと言ってください。トヨタマユココのハーゲ。このハーゲ笑ったわ。運転席をゴンゴン蹴りまくる。題材が面白い。違うだろ、ハゲハゲ罵倒する。ハッピーエンドにして、バッグをひったくられたけど。私この街が好きです。この流れは好き。たまたま奪われただけで、いつも奪ってるかもしれない。最終回かな。確かに笑顔に見える。効果あるある。山と川の説明。確かにカミカミ。それな。うちは小中高噴火した火山と汚ねえ海べた褒めだった。ドブみたいに汚い川をめっちゃ褒めてた記憶。世界飢餓サミットで熱弁してもいまいち説得力がないナンシー。うん。パンがなければカレーを飲めばいいわ。一周回って、痩せてる人なんかは結構もったいない飯の食い方してるって考え方もあるがね。誰だよ任命したの。余ったスプレーでドッカーンショップ。んぱ。ドッカーン。長い。不謹慎ながら笑った。18歳視力10よ。とりあえず小人キャやっていける世の中。よいしょの達人。視力10とか原住民レベル。逆に視力10もないと18歳に見えないって自分で認めてるやつ。自宅の間取りが 8900LL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 
ない。これ好きやわ。その他の部屋多すぎ。あれ今どのあたり？リビング多い多くない？ビンゴの玉がなかったので中から思いついた数字を言う係。何か知らんがめっちゃ笑った。レアムシゲットのチャンスだよ。後から当たらなかった人に睨まれるやつだ。なんで入った？一塁側、アロエ、鹿児島。三塁側、早稲田実、西東京。鹿児島さんアロエ？なんやねん。QMA のあの子かと思った。意味不明すぎて好き。平和ですね。日本縛りだからチョンボよ。ドラがあったから。ピンフのみって逆に珍しいだろ。これだからリーチしろとあれほど。そんな無能男、捨ててしまえ。平均点よりも下だから、上位半分には絶対に入っていない。とは限りません。その理由を、お母さんが納得するように説明しなさい。父さんは平均点以下の男だけど、お母さんから見たら世界一の男だろ？ははいえ、ただの妥協だけど。データで大切なのは中央値。平均なんてクソの役にも立たん。いいえ誰でも。エンダー。高校野球であってはならないこと。優勝校のビールかけ。ゴーグルはちゃんと持っている。警察酒くせえ。監督はやってんだろ。果汁 100% リンゴジュースで代用。手術中に聞こえた衝撃的な一言。ブンブンハロー YouTube。しっとい YouTuber。石灰系 YouTuber。YouTube 見ながら手術してるってことか？待て、誰だしっとい。これがあれば遊びの幅が広がるぞと新しいパパがプレゼントしてくれたので、早速一緒にかくれんぼする。新しい？伝説の老兵。安定感。スーファミマーダだよ。愛してるわ、あなた、僕もだよ。リア充しね。今時の子供本当に結婚式とかで言ってそう。ち。女の子しもては醜いわねにっこり。ほんそれ。男子、女子どちらのトイレに入っても悲鳴を上げられた。すっぴんパンチ頭のいかついおばはんは女子トイレ入んな。めっちゃ好き。やめたれ。多目的トイレを使おう。マスクをしよう。お前らどこにゴムかけてんの？オーバーヘッドマスクなんだよ。セロテープで止めてる説。頭から通すタイプ。どこにゴムつけて。スピッツ空も飛べるはずの PV が出だしから嫌な予感しかしない。きっと今は自由に空も飛べるはず。腕を動かし羽ばたいたら笑。イントロ開始と同時に手をパタパタしてそう。本当に飛んだ。いい件ね、靴下さん竹下です。靴下さんどんな意見言ったんやろ。なんで先生笑ってんだよ。ごめんなさい脇下さん。くそ。サービスの悪い葬儀者。生焼け。おべえ。レアな葬儀屋。やめろ。ウェルダンで。羊が一匹。いやいや夢に出てくる。初手からこいつ出たらそうなるわ。こりゃ眠れんわ。タヌキクマかな。
絶対にバレないカンニングの方法を教えてくれー。事前に頭の中に仕込んでおく。なるほどな、気がつかんかった。つまり勉強しろってことか。それができないから聞いてるんだよ。僕はこれでテスト満点だった。嫌いな奴にわらけっとえ。やっぱりみんな、A にやられたか。A でくさ。シャボン玉のあれに似てる。風呂とトイレが一緒って聞いてたのに、風呂がないやん、まさか。俺はてっきりこの部屋に水を張るのかと。便器に入れと。風呂トイレ。一緒。二次元の嫁と本当に結婚する方法を教えてください。一ルパンの本名を教えてください。三五エモンの弱点を教えてください。すげえ発想。寝取られ展開かな？ワクテか。天才。なるほど、そういう趣味か。近藤被告、俺は平清盛の末裔だ、などと。ミュージカルさながら大抵。ミュージカル。声出して笑った。名字に頭がつく人は、みんな藤原氏の末裔って聞いたことがある。いきなり当たるスポットライト。教祖様の話に毎回出てくる信じ合える喜び傷つけ合う悲しみありのまま愛するという言葉がすがすがしいほど言えるて。そう、二人は出会えたことから全ては始まったのです。7777教祖。この教祖様、ELT ファンなのか？鼻から変な音出て笑っちゃった。一日駅長だった犬が、二日目もやりたいと言って聞かない。つまみ出されたやつか。やべえ、かわいい。ちやほやされたのが忘れられないんだな。実際どういった状況なのこれ。下落。うまい。下落、だと。こういうシンプルなの好き。一瞬意味わからんかった。室内でルーラ唱えた。ドラクエのリアル。実写を始めてみた。いや、どういう状況？やったらあかんやつ唱えたか。お待たせしました。チョコレートケーキです。行くぞ。ちゃんと受け取れよ。ちょ、ま。急に口調が変わった？いつかばちかって、わら。パイ投げ合戦かよ。主エースは水面に立ったまま、ペテロに来るよう促しました。ペテロは徐々に体が沈んでいったので、イエスに助けを求めました。イエスはペテロに手を差し伸べ。お前、弟子の中で浮いてるからいけると思ったんだけどな、と言いました。このことからイエスも浮いていたということになる。ペテロ浮いてたのか、わら。鬼畜イエス。先生、浮いてたのはユダです。あなたも作動部に入りませんか？じゃあどこですか？わら。マッチョの無駄遣い。お茶っ葉の蓋を開けるための筋肉ですよね。お茶に何が入ってるんだ。3日前になくしたサングラスを見つけた。顔にやられた。いい目してる、遠い目。なんでこいつがつけとるんや。お父さんが使ってるサングラスと同じ形。溺れてたから助けてきた。もともと海の生き物なんだよな。余計なお世話。一回噛まれとるやん。サメ、戻して。モデルルームのリビングにお茶と一緒に置いてあったので一つ食べようとしたら外壁の見本だった。あるある。屋根とかクッキーっぽいよな。じわる。お菓子の家の外壁。お前か、今、サンズの川を渡る練習だと抜かしたのは。私は六文銭払って船で渡してもらうんだよ。まだ練習の必要なさそうで何より。私船が転覆した時なんとかできるようにです。お元気そうで何より。雪国、川端康成、国境の長いトンネルを抜けると、熊さんに出会った。北海道では日常茶飯事らしい。お腹空いてるのかな？急に、花咲く森の道に。冬眠しない種類の熊さんであった。お魚は英語でフィニッシュです。32歳、元有名ゲーム雑誌編集者、アイドル等身大抱き枕、オタクとビジネスマンの違い。英語でお魚を占めるとは、斬新だな。左下のなんやねん。ちげえよ、ファイティングだよ。終わっとる。歴史上の出来事に一文字足して残念な感じにしてください。フラダンス革命。ハワイアンズ。一気に規模が小さくなった。なんか楽しそう、湘南みかん。一気にトロピカルに。飲み会でモテる女性の特徴。1、よく笑ってくれる。2、よく話を聞く。3、振る舞いが丁寧。4、誰とでも平等に話す。5、飲み代をちゃんと出す。出しますよ、と言ってくれるのが重要。男女問わず当てはまる要件。レアな女性やね。割り勘もオッケーとのことです。前の方が面白かったもの。ゴールデンタイムに来た深夜番組。いろいろ事情があるからね。ピ
カルの定理だな。やはり深夜枠こそ正義。ゴールデンタイム進出は名誉じゃなくて左遷。日曜劇場、ごめん。その時間、寝てる、7月9日スタート、日曜夜9時。健康的。おじいちゃんかな？毎週月曜は5時からのシフトなんでね。シンデレラタイム。生きて帰れるかな？池にエサファリパーク。全員一撃必殺技を持ってるな。絵柄も相まって余計怖く感じる。私はき私はき私はき。一部に不適切な表現が含まれるため、映像をスイカに変えてお送りしています。いやー。何があったの？こっちのが不適切だって。そもそもお送りする必要はあるのか？パッと見気づかない誤字脱字をしてみてください。5.1 チャンネルサラうどんシステム。それはそれで興味ある。違和感なかった。誰が 5.1 個ついてくるんか？ 5.1 インチのサラうどんと見た。大相撲であったら嫌な決まり手。1位。駆け落ち。2位。可愛がり。3位。もろ出し。ちょっと見てみたい気もする。両者不先輩。がっぷり4つであんなことやそんなことを。いやー、見事な駆け落ちでしたね。恩人が多すぎて、どの方向に足を向けて寝ればいいかわからない。ここは日替わりでくるくる回していきましょう。優しい世界。プロペラみたいになってそう。ブラジルにも恩人がいそうだな。ちゃんと栄養はとってますか？卵を送っておきました。母より。優勢なんじゃないか。卵を量産して食べろと。良質なタンパク質には変わりない。とりあえず、餌をあげる。とりあえず悪い部分は取っておきましたので、もう大丈夫です。よく生きてるな、わら。じいちゃんの目。トラファルガーローヤン。もぬけの殻じゃねえか。学校の修学旅行であってはならないこと。同じ旅館にコナンご一行。こや、二人は亡くなるな。フラグ立ってもた。突然聞こえる悲鳴、そして部屋には首を吊った教頭の姿が。コナンでは未成年はほぼ安全だ。ほぼな。受付で鳥人間コンテストの趣旨を知った。すごいしょんぼり感。リアルで気色悪いわ。本物の方はちょっと。取るな。脱法ハーブ常習者、ウサちゃん、ノーマル、HP200、高、100。飛んでる。ふほって笑った。ノーマルじゃない時は凶暴に。俺スーパーレアの危険またたび中毒者猫ちゃん当たった。逮捕。常にハイビームの疑い。できるやつ色反転してみろ。X 面のやつや、わらわら。夜中に見るとなんか怖い。対向車にしたら迷惑極まりない。折り返し地点のバイトが暇すぎる。ホーリーエンジェモンかと思った。時給いくらだ。暇やな。カラーコーンオケ。キリン役の田中が衣装を忘れた。見える。キリンが見えるは恐ろしい子。意外に迫真。ライオンキングの動物役の人、大変そう。いや、アフリカの大草原が見えるぞ。たかしは悩んだ。自分は本当に正しいのか、これで良いのかと、己に問いかける、次回。マークシートが一つ余った。終わった。ああ。やめろー。時間あるうちに見直さな。これから、その女誰よ？って言ってみたいと思います。リア充爆発するってこういうこと。あ、あなた？え、この男と付き合ってたの？面倒くさいことに。すごい面白いこと始まる。殿はまさかと思い話の途中で起きてるものは顔を上げなさいと言ってみたらまさかだった。す、す、す。まさかでした。こや、打ち首だな。偏差値45の俺は最初理解できなかった。この子漏らしてるわ。そして脇汗もすごいわ。そして私の脇汗もすごいわ。みんな何があった？想像し。自分の漏れは隠し通すつもりだ。あんたも漏らしとるよ。自分の名前の由来を聞いたら、この部位だった。一体チンなのか情なのか。安定の喉仏。何その発想。顎で情だな。42.195kg ハードル走。きつい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 。ランナーほとんどぶっ倒れるわ。ハードルの感覚も短そう汗。後ろのやつブーンしてんじゃん。娘、ちょっとお母さん8時に学校着かなきゃいけないのにどうして起こしてくれなかったの。母、ちゃんと8時に起こしたでしょ、娘。朝の。違うそうじゃない。そりゃ怒るわ。まずは、自分で起きろ。もう手遅れレベルじゃねえ。信長、なんか焦げ臭くない？本能寺なんか変じゃね？本能寺の変じゃね？
始まってんの？始まってんの？本能寺が変。終わりじゃ。公衆のトイレを開けた瞬間、地震で建物だけ崩れ去った。なんで服着てないんだ？なんでトランクスじゃなくてブリーフ？公衆トイレの服装ではない。あ、どうも。彼らは何をしている？三人でチャット。ごみょしょうすぎかよ。寝カフェに友達と行った時はこんな感じ。コロナ禍では普通。話せよ。サダコ。タコタコイ。タコうまいタコ。クルー。お、オブジェ？さあどっからでもかかってこいよ。あんたの携帯au だな。手始めに通信障害にしてやろう。かかってこいって電話かよ。かかってきても繋がんない。通信障害はお前の仕業か。au の次はソフトバンクを通信障害にする気だな。放送赤組も山口組も頑張ってください。仁義なきか結構。坊ちゃんをビリにはさせませんぜ。負けててきた。これは全力で赤組を応援するやつ。叩いてかぶってじゃんけんぽん。じゃんけんばんやん。命がけのゲーム。かぶったところで。パキューン。チームメイトが財布泥棒の話をし始めた。顔？マジ逃げ。犯人見つけた。もう使っちゃったし。旦那様がプランターを投げてきたのに対して奥様は私を掴んだ。夫やめろ、それはマジでやばい。猫の捨て身タックル。投げんなよ。やめろ。生まれた？それで、色は？うちの子は何色なんですか？そもそも何色と何色の子供だよ。はい、灰色？男の子？女の子？じゃないんだね。夏色のナンシー。トイレットペーパーに書いてたら嫌なこと。4本入り。ただのキッチンペーパー。幅は自分で調整しろってことか。ミイラでも作るんか。袋から出すとヌーってなりそう。過去形にして悲しくしてください。いつも明るかった安村。履いていたいなずっと。履いてましたよ昔はね。これは悲しい。切ね。あのネズミどこ行きやがった。ネットで捕獲方法を調べてやる。ここにマウス。かわいい。モフ。チュー。お父さん僕にみかんをください。ふざけるな、お前なんかうちの娘でも食ってろ。はい、いただきます。コント変わら。いやもうみかん食ってる。作詞だな。日本には生き別れた妹に会うために来ました。確かは母なんとかにいると聞いてます。会う前から号泣してそう。え？わかっちゃったではないか。鼻水出た。うんち踏んでしまったような気がしたので匂って確認。味も大事。相当極限やな。鼻にうんちついちゃうぞ。味見してない？お前が尻尾を振るならこっちは硬くなるだ。ガンガン行こうぜ。こいつメロメロボディだから接触技はやめとけよ。お題が最高。その後は乱れ好きだな。お客様コールセンターに直接来られたのはあなたが初めてです。びっくりするよね。そう言ってるように見えてきた。クレームのプロか。怖い怖い。じゃあ整備してくるよ。整備し。サクッとやってこい。大げさだな。はよ言ってこいわら。一本動かして正方形にしてくださいと言われた。マッチ棒パズルかよ。お、折るのはオーケー？無理に決まっとるがな。無理くね。いたずらでいつものなんて言ったら変なの作り始めて困惑。刺してあげて。当店オリジナルのフリスクトニックでございます。ミストでも作るのかな。何考えてるかわからん表情やな。古来より戦いとは。プアンガタ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 ン。取り手土。場所変えろ。気まずすぎんだろ。電車ごっこしてんのかと思った。ひどすぎる内容の卒業式。3、新入生が少ない。2、卒業生が誰一人泣かない。1、体育館の反面をバスケ部が使っている。ディフェンスディフェンス。これはスリーポイントだわ。バスケ部も卒業式に参加しろよ。ある意味なくな。帰宅途中の女性を、静かにシンバル鳴らすぞなどと脅し、静かにシンバル鳴らすわら、暴行、脅し、シンバル、てめえどこストラリアだ、オーストラリアだ、北海道ストラリアです、イーストラリア、ウエストラリアだ、ムッシュ肉はセールビッシソワーズはノン、フランスの子元、ノンが最後わら、オフランス、ノン、最高機密のパスワードが0000だった。初期設定じゃねえか。あぜんなり。裏の裏の裏の裏ぐらいを書いたな。でも緊急の時打ちやすいよね。
午後5時頃お見合い、午後6時頃。どっちも押すと判明。遅いわ。たまげたな。1時間もかかったのか。悲しい。やっと今朝のコボちゃんの意味がわかった。頭から離れなかったんだね。うちの父親はコボちゃんヘアーだな。たまにあるよね。めっちゃわかる。トラベリングっていう方がトラベリングなんですー。宇多田ヒカルの方かと思った。なんか可愛い。なんですー。子供か。末期の社畜。最末期はレッドブルに。血液クレンジング中みたいな。大体合ってる。いや、血管に気泡入ったらまずいって。以上で開会式を終わります。続きましてこれより閉会式を行います。図工。吉本新喜劇。そら、そうなるわな。おいおいおい。じゃあみんな、一緒にアンパンマンを呼ぼう。お前がなんとかしろよ。お前が戦え。すり替えておいたのさ。誰だお前は。台風の影響で常磐線とつくばエクスプレスは運転を見合わせて俺帰れねえじゃん。帰れねえじゃん。かわいそうに。どんまい。仕事しろ。二次会に誘わなかったが現れた。出落ちやな。皆さんここにいらしたんですね。そしてこの顔である。ついついついてきちゃいました。旅館あるある。部屋に置いてあるお菓子が妙にうまいけど売ってても買わない。雷鳥の里うまいよ。金唾うまかったな。確かに。伝説の茶菓子。シンキングタイムに流れる映像が斬新すぎて、クイズに集中できない。発想に脱帽です。太極拳のあのスピードか。こっちに釘付け。確かに集中できん。正解の方に飛び込んだのに泥だったのでスタッフに文句言おうとしたら、不正解の方は脳竜さんだった。罪になるわ。最悪だと思うことのさらに上がある事例。恐ろしいな。そっちに飛び込んだ奴らが見当たらないしなんか重々聞こえる。この辺に置いてあげたいもの。飛車。ケイマだと2手目ですでに動けなくなるんだよな。間取り見ながら何をこうか考えるのワクワクする。世界初のかの国の飛行機のことか。ライト兄弟より300年早く作られた自慢の一品らしいぞ。角打ちで草棒で握手。イオン見えてきた。明日には着くね。何キロ離れてんだ。どこの北海道だよ。いいな。こういう時間を気にしない生活を送りたい。フランソワトリュフォー、孤独な少年時代を過ごし親との関係で問題が多かった。14歳で学業を放棄し映画館に入り浸る。27歳で大人は分かってくれないを監督次第ヒット。映画館から出てきた。シンプルで大好きです。監督しずっと現場にいたとは言ってない。映画館に入り浸るってこと？入り浸りすぎや。みんなの希望を全部通すと自分の夏休みが11月になる。避暑地で通し。裏山。あるだけマシじゃねえか。仕方ない。ティンカーベルをペシャーン。かわいい。ペシャーンはあかん。ペシャーンって。ペシャーン。いいか？大きく分けると人間には2種類いる。細かく分けると3種類だ。さらに厳密に言えば4種類いる。俺か、俺以外か。予想外です。男、女、オカマ。単面を一つ担々麺ですねじゃなくて単面担々麺ですね。もう担々麺でいいわよ。ワンタン麺ですね。めんどくさいやつ。わろた。なんかめっちゃ好き。単面を一つでたどり着くのがワンタン麺か。深いな。多分6億当たったのバレてる。本当は女の子なのバレちゃってる。いや、そんなとこ触っちゃ。君は営業部のエースなんだ。やめないでくれ。いいっすね。ひげ手のひら返し。尾崎の歌を切り抜いてつなげてください。バイクになれた気がした。気のせい。振り切るぜ。乗っていいの？多分気のせい。クレーム対応マニュアル。今届いたピザが熱すぎて食えねえんだよ。焼いてねえよ。焼いて持ってこいよ。どっちもやべえ。それはそれで問題やろ。じゃあどこのピザだよ。上司の嫁が作ったクラムチャウダーが泣くほどまずいので壁に塗る。どういう発想だよ。笑ってごまかそうとしてる。この人出世できないタイプや。すごい量だな。細川ガラシャ、明智光秀の娘、関ヶ原の戦いに際し石田三成に反抗して飲み放題に入ってない黒霧島ばっかり注文した。富の宝山ください。居酒屋関ヶ原ですか？割り勘か？割り勘か？石田三成漢字だったのかいな。山田くん、
幸楽さんに椅子二つあげて。上海雑技団みたいになる？これぞ、新大喜利。これ逆にもらっちゃあかんやつや。バランスが悪くなる。違う違う、頼んだのはガネーシャじゃなくてカーネーション。母の日に花を贈るの。いやその花じゃなくて。うまい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 。心臓移植手術は失敗でしたが、耳鼻科にしては頑張った方だと思います。ダメじゃん。頼む相手間違えたね。他に医者いなかったのか。反省の色が見えませんね。僕も。すぐにわかるよとか言って理解しゃぶるやつが嫌いだったからわかるよ。同族嫌悪じゃね。関節。大人になるってこういうことだよな。ブーメラン発言オツ。川村隆シェフ、金メダルの照り焼き、野々花シェフ、シャインマスカットのお団子、和田アキ子シェフ、ザトウクジラの丸焼き。小泉慎二郎シェフ、焼肉のステーキ。素敵なステーキ。一応焼肉とステーキは違うぞ。最近焼肉屋には大体ある。最後は魚でフィッシュ。雷が直撃してから、ドラえもんがプロテインしか出さない。どこから出すのでしょうね。とりあえずジャイアンは敵ではなくなったな。そうだね、プロテインだね。空を自由に飛びたいな、ふんったけプロテイン。僕には有り余る体脂肪、有り余る少しマヨネーズかけすぎたみたいだ。絶対に少しかけすぎた程度じゃないよね。デブの極み太め。うまい。マヨラー。悪口下手か。お前の母ちゃんマーダーム。増えた。経費払ってどうする。意味を知らないで使ったのか。品川のツッコミか。修学旅行の飛行機を間違えて先生アフリカ行き。ドリトルー。服装的にロンドンとかに行くつもりだったのかな。でもアフリカで楽しんできました。受けた受けた。もう一度言う。これをゆで卵切るのに使うな。ごもっとも。確かに切りやすいけど。ゲンデ。その方法があったか。秘密道具カタログ、ファイタースーツ、どんなに強いいじめっ子でもやっつけられるロボット、操縦室に乗り込んで操る。いじめっ子に取られる。本末転倒。やっつけようなんてするから。山下の荷物を楽々運ぶに止めておけばよかったものを。鬼に金棒。その可能性を考えて制作側が対策しておかないとダメだろ。毎日万引きしてる。その度に体で払ってもらうのかな。カメラに拾う。病気を感じる。証拠を引っ提げてある日警察が訪ねてくるね。いかにも拙者がシンデレラでござる。そうだったのか。紫側のセリフと信じたい。ござる。うん。楽天市場でカニを注文していた間にホワイトハウスがサイバー攻撃を受けている。誤作。数日後、ホワイトハウスに大量のカニが。そんなにカニが。頭の中カニ。おみくじに書いてあったら嫌な一言。マックフライポテト S と交換できます。マックエゴだねわら。嫌じゃないかも。嬉しいよ。当たりはモスバーガー。長男問、問い、これを英語で何と言う。ディス。これ正解でいいと思う。そうだけどそうじゃない。あながち間違いではない。法隆寺を建てた人は大工。顔に墨汁がついてるぞ。サングラス外してください。黒く見えるやろ。無理があんだろ。過払い金のことで相談したかったのに。でも実はケチャップです。母が CIA、 父が MI6、 長男が公安、次男が KGB の家族にありがちなこと。長女が AKB、 次女は SGI、 長男だけ漢字なんだな。三男が BKB、 ペットが相棒。主食がデザート持って立ってやがる。後ろを。玉狩り。カモがネギを背負ってくる。酒ってクマにはデザートなんだ。雨天のため中止。なんかこの文字が可愛く見えてくる。なんか好きだな。実際に使ってるとこ見てみたい。わかりやすいようなわかりにくいような。うってんねえ。ネット用語、豚。ミサイル発射がとても好きな人のこと。あながち間違ってねえ。飛ばさない豚は、ただの豚。黒電話ブシブシブシ。北の豚。よし、渾身のボケできたぞ。星さん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 。これがボケてみんの末路か。移動式クリック農場。ボケてガチぜ。じいさんそれはずるい。生まれたばかりの赤ちゃんにおもちゃを見せても反応をしませんが赤ちゃんは内心。それ買うより学費貯めとけやと思っています。そんなのより金よこせや。ええやつやん。おむつもいらねえぜ。赤
タカさん。チョキでグーに勝つ方法を教えてください。ユキチを挟むと相手がパーになる。画期的だな。勝負に勝ってプライドで負けてるな。天才かよ。ユキチには勝てへん。テュータースロー劇場、立方体の建物の正面全体がガラス張り、側面が真っ白にペイントされた外観でホワイトキューブの別名を持つ劇場。マイクラで作りやすい。豆腐建築。マイクラ人口は全世界でかなりの数いるからな。確かに作りやすそう。それ大事。マッツ足みたいな匂いする。おえ。自給自足。ヒロシが使ってる温泉の水飲めないのと同じか。味わった前例があるのか。国会を老人ホームで開いたら起こりそうなこと。何も変わらない。おっしゃる通りです。まあ、老人ばかりだし。おじいちゃんここは禁煙ですよ。若手議員も50代とかだしな。ジャパネット高田の社長が X ジャパンの紅を原曲より3オクターブ高めで熱唱し始めた。人類の過剰領域超えないでください。邪魔する奴はもういないんですね。脳内再生余裕。これは辛い。鉛筆削りがなかったので、ダメ元でやらせてみたら、めっちゃ綺麗に削ってくれた。役に立つのに可愛いなんて。目をつぶって、舌の微妙な感覚で。表情がなんとも。可愛い。集まってくるドクターフィッシュの数が違いすぎて気まずい。多かったのか少なかったのか。なんか悲しそう。他の人も気まずくて黙ってるのかな。こんなことで友情にひびが。わら。さっきから引っ込めたれ目ひじきとヤジを飛ばしていた観客を特定した。笑顔で。逃げろ。何する気わらわら。バットで殴る気だね。ガスコンロの調子が悪いから見てちょうだいという妻の姿に絶対的な殺意を感じる。恋犯。え？何その格好？いいからいいから、ぐ、ぐ、ぐ。嘘じゃない間違いなく UFO を見たんだ。あんなもんいるかよ。いるわけないよ。我々も見たことない。てめえ衝撃。なんか混じってるぞお前や。忘れ物の多い母が一日の予定をメモってドヤ顔してるけど、昨日の夜から顔パック剥がすの忘れてる。お風呂掃除の手袋も外し忘れてる。楽しそうだな。憎めないな。わら。おかんあるある。奥さんにバラすわよというセリフを見知らぬ金持ち20人に囁いただけで、高層ビル8棟と高級車43台ゲットしたさゆりさん。言ってみるもんだね。ちょっと増えた。奥さんをバラすわよ。その手ちょっと借りる。君の話、深い、実に深いねと共感してくれた後に言う。まあ深海ほどじゃないけどがめっちゃムカつく。ムカつくわ。根本的にみたいなボケだな。最高なんだけど好きだわ。アロワナの背中にはヒレもなんもないぜ。今度見つけたらただじゃおかねえからな。あの悪ガキども。気づけ。よく考えたら腕力すげえ。よく考えつくなわら。東大元暮らしってやつですよ、奥さん。息子が彼女を連れてきたのでこっそり覗こうとしたら、思い切りドア閉められて左手季節骨を複雑骨折したけど、お幸せに。粉砕骨折じゃね。目が恨んでるようにも見える。お母さん若いの系の。息子ダンディアナ。母からの元気？というメールに今、みんなで飲んでるすっげえ楽しいと返信する。俺が友達に。寂しい。切ない。お母さんを心配させまいと。ええ子や。さよならスーモ。まだ子供やな。ああ。つつかれまくったな。ちっちゃ。クエスチョン、実際に高い高いを経験してみて。パパの給料が高い高い方が嬉しいですね。そのイケメン風な喋りやめ。こいつ。この年にしてお金のこと語り出すなんて末恐ろしいわ。高くなる前に高い高いするかもしれんぞ。UFO の吸引に最後の一人がめっちゃ粘る。砂場でここまで耐えれるのか。まだまだ余裕そう。ギャグ漫画日より。吸引。倉庫にあった家系図を見たら、スタートがジャガイモだった。本当なら生物学的に大発見じゃね？だから私ポテチ好きなのかな。だから頭の形がボコボコしてるんだな。家系図じゃなくて地下系図。俺、昔は悪で1000人くらい倒したよ。今は頭悪いですね。悪自慢といえば朝倉ミルク。はい、その通り。昔も悪いだろ。なんやかんやで今は嫁。夜泣きするたび、ママがひよこクラブ3月号の角で、気持ちよさそうに寝ているパパの眉間を打ち砕く。
パパグウォーホグは、思春期の巣窟、マクゴナガル先生に見えた。パパ俺が何をしたって言うんだ。どういうわけかさっきから肩こりが治ってる。穴子に似てる。なるほど、いいところに刺さったな。鍼灸院。その手があったか。振り返るたび友達がどんどん減っていく中、チワワくらいの大きさだったポチの急激な成長が気になる。出すもの出したらまたチワワサイズになるのかな。ポチゲプ。あっ、食べてる。でもペチノがもっと急激に成長するよ。東京フレンドパークの観覧には二度と行かない。刺さるか。額に刺さっているものがそれを物語ってるな。後ろの女性がやったっぽいね。刺さったか。お手って言った瞬間、ご主人様が UFO に吸い込まれて消えた。ご主人、バイバイ。かわいい。そして、ジロの旅が始まる。せっかくお手したのにかわいそう。近所にある遊園地のメインアトラクション、ビッグサンダー手押し車が故障していた。35年もの長きにわたり、ありがとう。遊園地ってか、公園レベル。市民は何人出たんかな。ビッグサンダー手押し車はな。ありがとう猫車。金より下のメダル獲得、おめでとうございます。言い回し銅よりマシなメダル獲得、おめでとうございます。ありがとう。吉田沙織なんか言った？リポーターは気づかなかった。背後に吉田沙織がいたことに。マシ？吉田沙織や。助けてくれたおじいさんへ恩返しに行く前に、とりあえず罠にかけた奴に地獄見せに行く。おじいさんのお礼はついでだろ。これが夜家に来た時点で地獄。鶴のお礼参り。自力で罠を外せたのでは。頑張れよ、もうすぐ病院だからな。いいやつ系は草生える。その爪と空中が致命傷。むしろとどめ刺してる。お前が捕まえたんじゃねえかよ。1が素数だったかどうかが気になって集中できないうちに、国語のテストが終了した。国語かよ。ほっとけよ。目が怖いです。国語ゲセヌ。やばいな、もう10分も心臓が止まってる。マジかよ。俺は7分で無理だったわ。え？なぜ生きてる？あんたは多分大丈夫だ。いっけね、帰国帰国と家を飛び出す大富豪田中に恋のチャンスが巡ってこない。オスプレイなら校庭に着陸できるな。校舎にぶつからない限り止まれなさそう。簡単な恋なら銭でなんとかなりそう。それぶつかったらダメなやつじゃ。満席ね。違う店行こと言った彼女とデートを続けるのが怖すぎる。足立さんとすぐりさんだな。ああ、もう右から2番目の子飲みすぎて潰れてるし。幽霊解釈はちゃうと思う。空いてる席に誰かいるように見えてるんだろ。ああ、言われなくても宿題しようと思ってたところだったのに。そう言って絶対やらないやつ。反抗期わら。心にしみる。仕事じゃなくて宿題かよ。二人ともいい？警察のおじさんに聞かれたら先生は2時半に？幼稚園にいました。たかし先生は？いませんでした。先生がそう言えって言ったの。わかったんですよ、犯人がね。幼稚園の子供には証言能力がないから裁判は乗り越えられないだろうね。謎は解けたぜ、じっちゃの名にかけて。田中が夏休みの宿題で適当に作ったペットボトルロケットが、めっちゃ苦労して作成した山下の工作を今まさに打ち抜きそう。どっちも壮大だな。田中あー。ウィリアム・カムクワンバかな？わら。田中アドねえ、僕ねえ、これ作ったの。今日こそは目撃が相次ぐ口裂け女を撮影しようと気合い入れてるのに、バイトが渡しきれい？とか補作だけでマジ使えない。マジで使えねえな。いるよいるよ、近くにいるよ。バカ野郎、そいつが口裂け女だ。そのバイトのやつが口裂け女。ピンポン、はい、今行きます。昨日 X ジャパンのライブ DVD を流してから様子がおかしい。地味に怖い。全て脱ぎ捨てろ。叫んでみろ。感じてみろ。人気の味を差し置いて、たまたま早く食べられることになったハッカドロップのドヤ顔。俺、ハッカ好き。ハッカは好きじゃないな。何よりもハッカが出るのを願うくらい好き。でもどされるんだよね。こんなところにいると車に轢かれるぞと助けてくれた親切なおじさんが、メメターッという音を出して車に轢かれた。スピードの出たワゴン車にクールに引き逃げされた。車、そういえばあの派手な帽子のおっさんはどうしたね。断末魔がパパウパウパウ。波紋呼吸法でダメージを軽減してるはず。家族旅行、置いていかれるのも悪くねえんだな、これが。ちょ、かわいい。わかるわ。一緒に寝たい。口
くつろぎまくっとるな。一向に喋り出さないと思ったら、二人とも通訳だった。謎のアンジャッシュ感。ま、言葉は通じるよね。用事ないない。用心はどこ行った？稲葉がとうとうやらかした。わお。全滅。ある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 、ブルルルル。500人乗った結果。床が滑りやすくなっています。って注意してるのに転んだら、すごくダサい。すごくダサい。そんなバナナ。まあ、ダサいから何だって話。シュールすぎ。5メートル先にイチャつきながら自転車二人乗りしてるカップル見つけた。メガガチ。やっちまえ。よし、撃て。バズーカ砲でも良いぞ。耳元で三日三晩寝ずに念仏唱えてたら、急に切れた。うるせえんだよ。やりすぎ。仏も切れる。犬も頑張ったな。学級委員長が決まらず、かれこれ20年ぐらい経つ。もう人生じゃん。学級委員長決定委員長。このお姉さん誰ですか？もう PTA 会長決めじゃん。じいちゃんの家がなかったので、焼かれてる最中に撮った。サーモグラフィー。まだ生きてんぞ。結構冷たいぞ。笑顔のいいお写真。悪い俺、字だったわ。誰があの人にボラギノールを。確かにアモールだ。規模がすごい。帰れや。根っこ。根っこすやすやでき生えたわ。勇者がいたらびっくりするだろうな。サムギュタンかと思った。カビかと思った。お金払えばできる子です。そう考えるとやればできる子ってのもあれだな。あたしのことか。どっちの意味なんですかね。銀玉にありそう。ブラジルから和田アキ子さんがいいねをしてきました。発給したらどうなってまうん？ブラジル目線で言ったらバッドボタンじゃ。ブラジル目線ならバッドボタン確かに。グー。通訳が無邪気。平和である。なんか遊ばれてる。ミシェルとウィタンカンワラ。訳する気ねえだろ。タクシーの運転手を怒らせてください。その T 字路直進で。ズドーン。ちょっと揺れますよ。は、やつ。運転手さんそこ右に左折して。東大寺はこっちだ。ついてきな。青によしわら。お、お。強めに来るしかさんだ。ハンター試験かよ。先生黒板消しクリーナーのスイッチって。これ？こらそこはあー。ででん。ドボーン。あーチョークの粉がー。開ける方だったのか。ちょ、違うよ温めるのは弁当の方だよ。これどういう状況だよ。温めますか？強がるなよ寂しかったんだろ。街のホットステーション。外野がありの行列に夢中。夢中すぎて草。どこまで続いてるのかなーじゃねえのよ。金分運んでたんやろな。微笑ましいわ。生放送特別番組ナイル川の源泉を探せで、誰も予期しなかった思わぬ放送事故が発生。あんなタイガーを一人で？これが源流。聖なるオリーブオイルよ。やめろ。世界中の痛いの痛いのが、めっちゃ飛んできた。人の痛みがわかる人。痛いの痛いの。私が飛ばしたのも随分あるはず。いててて。先日助けたイチジクが恩返しに来て1ヶ月経つが、恩返しどころかはしゃいでばかりで何してるのかわからないが、許す。イチジクかわいい。許す。いてくれるだけで恩返し。イチジクを助けるってどんな状況だよ。なんでルンバと間違えて買っちゃったんだろう。そだねえ。そだねえ。そだねえ。1個20万もするのよ。いやーん助けてーと女性の声が聞こえたので無事救出したら裏声で叫んでたババアだったので思い切り投げ飛ばす。てめえ。もっかい埋めてこい。事後報告。助けてあげなさい。美人の彼女とプール行ったら化粧落ちた顔がすごかった。ウォータープルーフにしとけよ。めっちゃ溶けてるよ。なんだろ、他人事じゃない。落ち方もすごいね。おかしい。昨夜、渾身のボケ投稿したのに一つも星もらえてないわ。あるある。気にするな、よくある話だ。ある、というか毎回。辛辣。出荷待ちのレモンスカッシュ。富士屋のやつだ、懐かしい。出荷後が気になるわら。清涼感。あらやだ素敵。シュッシュッポッポ、シュッシュッポッポ、父さん、あなた記者を目指すって言ってたけど、そっちだったんだね。笑ってしまう。ふふってなった。後のトーマスである。シュッシュッポッポシュッシュ。う。ふう。
窓閉め切った車内で、ご主人がヘをこいた。いい表情。イゲーナみたいな顔しおって。こいつ自分で窓開けたのか。毒ガスやん。って、投げへんのかい。審判ボーク。キャッチャービク。飛んでる。ボークやないか。三大地味に焦るとき、爪切りでどっかに爪が飛んでいって見失ったとき、ティッシュがもうからなとき。学校着いたら、今日自分の出席番号と同じ日付だと気づいたとき。ティッシュがからなときに焦るのはまあ、状況によるかな。授業で当てられるしね。俺は優秀だから。わかる。荷物少ないから車は2台いらないって、そういう意味じゃなくて。2台。バランス良すぎ。うん、まあ、2台はない。言葉って難しい。日曜日は蛍光灯の紐で遊ぶことになってるのに、ちょいちょい嫁が邪魔してくる。二人ともめっちゃ楽しんでるじゃん。電球じゃねえよな今時。ちょいちょいのところ好き。めっちゃ仲睦まじい夫婦だな。一人暮らしで越してきて3ヶ月、部屋を掃除しようとベッドどかしたら、いた。怖。ああ。ちょっとホラーかも。水道。音量上げようとリモコンのボタンを押しても変わらないので、さらに強ボタンにしたら隣の妹が喘いだ。違うリモコンはら。危ない危ない。それテレビのリモコンちゃうで。テレビのリモコンに強ボタンってなんだよ。聞いてください。この曲お母さん、T シャツ干すと乳首のとこグイーって引っ張ってハンガー引っ掛けるのやめて。曲名長いな。長。絶壁や、女かこれ。シャツがダラーンしちゃっとる。酔った勢いで、また母ちゃんが妊娠。小学館の良い声本でくさ。楽しい幼稚園の一日。小学館の良い声本。勢い。売るのがなくなったので、おしぼりあげてみた。揚げしぼりうまそうだね。YouTube かよ。あげたところで食えねえだろう。それっぽい。あなた、オーブンの中がどれだけ熱いか知ってる？黒焦げた柴田理恵みたいな顔しやがって。誰か差別って言いそうだな。ブーってなったわら。経験者は語る。自分のマイページのボケた一覧を見て思ったこと。意外に星ゼロのボケが面白い。わかる。自画自賛ではなく、誰も見てないだけだったりする。みんなもあるんだな。そうなんだよな。ツアーの参加者がババアばかりなので、落ちてくる雫をツンツンして旅行を楽しむ添乗員。一人で、年間数億円稼ぐスーパー添乗員思い出した。人気すぎて数年先まで予約取れないとか。ツンツンおじさん。詐欺しんぼ。ああ、つまんな。少し早めにこたつ片付けたら、ずっとこれ。もう生きている甲斐がないという表情。かわたん。ひどい。拗ねてる、かわいい。頭が悪い人は要点をまとめられない。1時間、4分、29秒。そういうネタだろ。バカは話が長い。123巻の著者。いやお前やんとないやまほん。説得力あるな。今は戦時中です。日本語以外の適正語は使ってはいけません。あらゆる横文字を日本語に書き換えてください。果物甘におじさん、洋風饅頭法案男の危機だ。牛乳発酵練り子さん、洋風饅頭法案男、新しい顔よ。牛乳発酵犬、あんあん。傑作だ。あんは草。牛乳発酵練り子さん。どんどん笑う。玉のお箱、ひふみんが、高クオリティ。ボケの前に画像で増えた。かわいい。クオリティ高っ。ヒゲが花毛をかもしてるんですね。これは相当できる猫。自撮りの自撮り。苦しゅうない。うまい。きちんと取れてる。奥のやつがじわる。全然ワカサギが釣れないので少し穴を大きめにしたら、ゲップをしながらこいつが出てきた。満腹ですが何か？みたいな顔しおって。魚肉の代わりに猫肉でもいいな。泳げるのか。腹が減ってたなら仕方ない。買いたいの？年収は？この憎たらしさがまた可愛い。なんてふてぶてしい野郎だ。ペットショップでこういう制度導入してほしい。お犬様は気高い。赤ちゃんが欲しいです。僕がなりまっちゅ、ね。こら、やめたまえ。ぶっ飛ばされろ。父親より金ありそう。こいちおかちいでちゅ。ブヒ、ブヒ、腹減ってんのか。ブヒだっちゅうの。口頭で漢字は伝わらないので、結局豚のまま。しっかりしてんな。なぜ2回言った。ブヒ現物支給。人間の相手をするのも大変にゃ。
チュールください。あざとい。グーカワ。こびてる。この猫目かわいいな、この野郎。動かな痩せへん。だけど重くてごけへん。要するに痩せへんからごけへんのや。これが料理一体注文や。飯はまだか？ロールケーキ。もふもふしよう。なんやこのおっさんは。それでもささやかな努力として太陽の熱で脂肪を燃焼させようとしてる？皆さんは、間違ったコーヒーの入れ方をして、苦い思いをしたことはありませんか？ 1. 脱ぐ。 2. 畳む。 3. コーヒーを作る。 4. 風呂の残り湯。なぜか過ぎたボイスで脳内再生された。マサルさん。何度でも蘇るさ。モール温泉だったのかな。買います。売ります。古本市場。売ります買います中古住宅中古マンション 1A。吹きます。店舗良すぎ。この才能を活かして一つ100円で売り始めた。冗談真ん中どうやったの？ねえ。マイナスやんけ。まあ、折り紙の才能だと思えば、折り紙売ってるかも。木が二つで林、火が二つで炎。売り二つで双子。うまい。双子とは限らんけどな。ナイスなボケや。おい山田くん、座布団持ってきて。風俗情報誌に彼女の姿が、ツッコミを入れてください。道理で金払わなえへんと思ったわ。アーム上。これはワロタ。ボケの教科書があったら載せたいレベル。お客さんですね。マッチョ売りの少女。売れるのか。そっち。バッドエンドの心配はなさそう。よく見たら筋肉のデザインのシャツやないか。タイトルを少し変えて、ヤピーザっぽくしてください。君の膵臓を売りたい。面白い。うわお。うまい。でも怖い。臓器売買はあかんよ。想像してごらん。全身黒タイツの豊悦。万引き G メンに土下座する豊悦。桃鉄で本気になる豊悦。眉間にシワを寄せながら。なんで豊悦？ホテルのシャンプーをビニール袋に入れて持って帰る豊悦。そりゃ笑いが止まらんわ。杖を構えろハリー。エクスペクトパトローナム。ウィンガーディアムレビオサー。ビビクラス。そこはポッターでしょ。気づいて。杖に限界が来てる。そっちか。ノルディックの2階にゃ。よく気づけるな。気づいたところで。城に何発もエクスプロージョンを打ち込んだの誰だい？ベルディアさんの素顔。だいぶお怒り。頭のおかしい子馬の娘がやりました。犬も焼けてるのが秀逸。あーマジで杖どこじゃろう。重度の認知症。これは傘だしな。え、持ってるのは？ボケてる。列車の見張り員、作業員。何かもらえると釣られて並んだ山中さん。山中さんの城に並ぼう。クソワロタ。山中さん、まだあなたの番じゃないから。もらえるものなくなっちゃう。魔法の杖に翼をくださいと願ったら、意外な場所から生えた。ヘルメスやね。もう杖の羽で飛んだらええやん。飛んだらビターンなりそうだな。ゼルダの伝説思い出した。草薙くんが一番辛そうね。報道前のスマスマに出てた中山美穂も何かショックけたみたいな感じで辛そうだった。中居痩せててビビった。まあ脱いじゃったからな。世界規模すぎるだろ。おい。いい大人がおもちゃで釣られるな。逆パターン。そっちかい。恥ずかしい大人め。釣られちゃった。原因はこいつだ。なんかジュクジュクしていて辛そうだ。オロナイン塗っておきましょうよ。パンダ溶けてんじゃね？コンデンサーから溶液が吹いてるのでは。いや、メンタームの方が効きそうだ。大江兄弟すげえんだぞ。ひび割れしてるんだな。辛さ控えめで頼んだけど思ってたのと違う。辛さ控えめ。逆の意味で質より量。糖質多めになっちゃったね。カレーが控えめすぎわら。数学あるある。なんで合同ってわかってるのに証明するの？なんで兄弟一緒に家出ないの？先生が、わからないところは質問して、というが、そもそもわからないところがわからない。ちゃんと人数で分けれるように変えよ。池の周りなんで、回ってるの。小学校、求めましょう。中学校、求めなさい。高校、求めよ。解いてやってるのに、なんで偉そうなんだよ。用途のわからない大量の食塩水。証明せよ、みやわかるわ。円周率が 3.14 からいきなりパイになる。電気は永久期間かな。
社会人求めなくていいからそれっぽいこと書いといて。すいましたけど、すいませんでした。そより頭やん。カタツムリみたい。やかましいわ。反省しろ。宇宙人が現れると、総理変えた方がいいよ、と言い返っていきました。宇宙レベルのダメ総理。宇宙人にすらわかるのに実現できないとは。あ、やっぱり。ちゃんと見てんねんな。娘さんをください。持ってけ。持ってけのポーズのどこに持ってけ要素があるのか全くわからねえ。きっとこの二人は気が合うはず。父同性なんし。親父さんもっとしぶろうよ。羊の毛を買ったら出てきた。羊の中身ってこうなってたんだ。誰なんだよ。何しとん。私メリーさん。軽くチンパンジーの毛を剃ったら結構男前だった。軽くて、あ、軽くや。かっけえ。コツ。めっちゃ吹いたわが。なんで、私が、東大に、総大に、お大に、進化させるダブル教育、四ツ谷学院。まあそう思っちゃうよね。なんで私がお大に、電車とかにあるやつ。突っ込まない。突っ込まないぞ。に、逃げろ、アンパンマン。めっちゃやられてるやん。アンパンマンも逃げるわ。誰にやられたんだ。食パンマン。小児にして、一人で居酒屋に入れた逸材。親父さん、空いてる？ただもんじゃないのはわかる。なぜつけた前髪が致命的におっさん。一人だけどいいかい？みたいな。なあ、こんだけスーツでビシッと決めてんのに、なんで靴がプープー音が出るやつなん？そう絶対言ってるように思える。うろちょろした時居場所がわかるようにだよ。ボスベイビー、実写版。プーピー。PC、Mac、壊れかけのラジオ。思春期に少年から、やから、少年は、じゃないし。こんなにボケにくいものを、すごすぎ。道を探していた、汚れもないままに。肝とか言ってるけど、そういう歌詞だから。なあ、お前に相談したいことがあるんだ。笑わないで聞いてくれるか？と持ちかけてきた友人が、確実に笑わせに来てる。ホワイトアカマン。頼むからみんな。顔直視できない。真面目な話なんだ。目を見てくれ。ストライク。って、キャッチャーが言ってました。キャッチャーの顔が。勝利の女神が逃げてく。審判揺るがす位置付き。退場狙え。ゴー。バレンティン。審判ビビってる。へいへいへい。ミックスピザを一つお願いしたいんですけども。あ、はいはい。チーズ多めで。はい。盗んだバイクが走り出す。みたいな言葉。お代主です。打ち間違いました。クッコンなので伸びるなんて、真似する奴が出なきゃいいけど。これは手、落ち損ねたまま、濁点のボタン押した感じか。バイブで走り出すだー。モニターが歯磨き粉まみれになりました。サトル。おい、どうしたタカシ？リカ。先生。タカシくんが急に倒れました。先生。じゃあ給食のプリン一個余るな。みんなでじゃんけんするか。一同。そうですね。先生公認のいじめか。俺の知ってるたかしじゃないよな。たかしくんは日頃から相当いじられてるんだろうな。もはやボケての英雄やな、たかしくん。ナイスショット。ナイスショットでございます、社長。ザキヤマでの脳内再生。社長は赤ちゃん本舗の社長かな。この年から栄養スマイル。これは社長のバディガー、クルー。ほーら、オバマが勝った。小さい子供がやりそうなことだな。やること小さいな。おい。やめなさい。ウォシュレットの強さを、マキシマム、に設定した。逆さまで何やっとんねん。そんな強さの名称聞いたことねえ。真剣にやってる選手に失礼だろ、アロタ。人が飛ぶほどの威力か、いろんな意味で。学校から帰ってきたら、鼻からうどんを吸おうとして失敗し、そのまま気を失った母親が倒れていた。アイス吐いた。もうこれやばいわ。才能を感じる。これはまず画像が必要。おかん、何してはるん？ギャラリー、鼻からどんって、言うとる場合か。はよ救急車呼び。アイコ。今度の日曜日空いてる？のりこ。空いてるよ。アイコ。三人でカラオケ行こうと思ってるんだけど、京子。お父さんも一緒でいい？気合だ、気合だ。ってうるさいけど。のりこ。あいこ。二人で行かない？
これは仕方ない。アニマルがお父さんね。皇族、タス、京子、どういうメンツだ。確かに一緒に行ったらめんどくさいことになる。変身が解けてることに気づいていない。気を使って気がつかないふりしたい。もしかして、ここ手袋屋じゃないの？画像が面白いだけのボケ泣かせ。クリスさん、ゴンギツネはやめてくれ、泣けてくる。震度4。揺れの感じ方。震度4。ほとんどの人が驚く。震度5弱。大半の人が恐怖を覚える。震度5強。物につかまらないと歩くのが難しい。震度6弱。立っているのが困難になる。震度6強。這わないと動くことができない。そんな自分に笑っちゃう、こともある。震度7。ほとんど動くことができない。笑っちゃう。確かにそれもあるな。そんな自分が割と好き。わかる、怖すぎてなんか笑っちゃう時あるよね。ああもう長文めんどいから簡潔に行くね。魔王を倒してくれてありがとう。この壺あげる。それじゃお疲れ。以上。見たいテレビあったんじゃ。ギャグ漫画日和の芭蕉の声で再生された。校長もよく以下同文で済ますよね。魔王を倒したのにそれじゃお疲れ。で。次に入るお父さんのために抜け毛を拾ってあげようとするが、すればするほど抜け毛が増えていく。無駄な努力。優しいありがとうにゃんこたちよ。けなげだが笑える。そのお父さんも君たち以上に抜け毛出すから大丈夫さ。じゃあ俺、因数分解されたから行くわ。割り算にもよろしく言っといて。まさかの擬人化。割り算にもよろしく言っといて、で吹いた。また戻ってきてー。割り算はロタ。ばあちゃんの口癖。う。ってよ。打ってみろよ。って、めいにそんな根性があればの話だけどな。に、げん誰だって、間違いはある。大丈夫、やり直せるさ。え顔でそんなことを？なんちゅうセリフを口癖にしてんだ。深い子やかないませんわ。満面の笑顔にただならぬやつ感。過去愛子。文、え。科学の友傑作集。は。はは、超不細工。仲いいな。お互い。っていうか首がない。これは、あったら買うわ。振り向くたびにじりじり近づいてきている。おい、絶対に押すなよ。悪い顔しとるわ。突き落とすのかさらうのか。左手が準備万端やな。閉めるなよ。絶対閉めるなよ。全員やる気満々の顔やん。思いっきり閉める体勢じゃねえか。閉めてあげなきゃ、かわいそうよね。このボケが 0.3 秒以内に理解できれば、あなたは芸人向け。みんなをここに呼んでください。わかったんですよ。犯人が。座椅子の後ろにはメガネの小学生。猫の身も借りたいほど忙しいのか。猫の身借ります。なかなかのふてぶてしさ。調理方法。1、蓋を開け、3つの小袋を取り出し、茹で口の爪を持ち上げます。2、火薬を面の上に開け熱湯を注ぎ、蓋をします。3、3分後、容器をしっかり持ち。ここからがリアクション芸人の腕の見せ所だと思います。普通に食わせろ。個人的意見。かぶれってか。こんな商品あったらいいな。山田くんが大学の卒業論文で提出したパンダの誕生についてというテーマのレポートがこれ。よく大学行けたな。面白いが単位は挙げられぬ。山田くん卒業する気ないな。最高。すごく画像と合っている。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。